チャーリーパットンチャーリーパットンは、デルタ・ブルースのギタリスト、シンガー。通称、デルタの声。デルタ・ブルースを形作った一人であり、それを世に知らしめた第一人者。ハイワウォーター・エブリウェアで歌われた、1927年における、ミシシッピ側の反乱1891年、ミシシッピ州、ハインズ郡のエドワーズ近郊に12人兄弟の一人として生まれる。家族は、 当時ジャクソンとビックスバーグの間にある農場で物農商作人として働いていた。1897年、家族は100マイル北のドッカリープランテーションへと移住、綿花の摘み取り等の仕事に従事した。チャーリーは厳格な父の目を盗んでは、パーティーや盛り場へ出かけ、チャットマン一家と共に演奏を繰り広げたり、その地に住んでいたギタリスト、ヘンリー・スローンにギターを学んだりしながら、 腕を上げていった。頻繁に演奏を共にしたミュージシャンとして、ウィリー・ブラウン、トミー・ジョンソン、ジョー・マーティン、後にサンハウスやハウリン・ウルフ、ロバート・ジョンソン、ヘンリー・サン・シムズラがいる。1929年6月14日、彼はインディアナ州リッチモンドに位置するゲネットレコードのスタジオで初のレコーディングを行い、14曲を録音、その中のポニー・ブルースが バンティ・ルースター・ブルースとカップリングされてパラマウントより発売され、これは彼の代表曲の一つとなった。パラマウントではその後、グラフトンのスタジオにて二度のレコーディングが行われている。1929年冬のセッションではフィドラーのヘンリー・シムズが30年においてはウィリー・ブラウンが4曲中2曲で参加している。それ以降、極度の飲酒とタバコ、不規則な生活、 それに喉を切り裂かれかけたことも重なり、ひどい体調不良へと陥っていく中、1934年1月、彼はニューヨークにて内縁の妻、バーサリーと共に生涯最後となるレコーディングに臨んだ。その中には有名な34ブルースやオーデストーが含まれている。約1ヶ月後、彼はニューヨークから自宅のあったホリー・リッチへと帰り、 それからしばらく経った4月28日、サンフラワーグインディアノラ近くのプランテーションにて心臓発作を起こして死去。死亡証明書によると死因は総棒弁障害。死に至るまでの数日を彼は説教を行って過ごしたという、ありがとうございます。